忍術戦一夜。こんにちは、本間千代子です。こんにちは、八海義明です。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はあの水遁の術っていうのかしら、あの水を渡る忍術の話を伺います。はい、わかりました。あのね、はい、水遁の術をねお話しする前にね、この水遁の術はするにはどうしてもね水泳ができなくてはいけないわけですね。あ、そうです。本間さん水泳お上手ですか？あまり得意じゃないんですけど、100メートルぐらいなので。ああ、そうですか。それは立派なもんですよ。じゃあね、はい、この道具ね、水中機からお話していきましょうね。はい、これはね、水の中へ潜ってですね、口に加えてこう息をするために使うわけですね。いいですか？まあこんな具合でさね。それからね、この中へね火薬を入れるんです。それからまた合図用にね吹いたりもできるんですよ。やってみましょうね。でも面白い音がしますね。面白いでしょ。奇妙な音ですよね、ちょっとね。それからね、これを見ますとね、一見何でもない竹筒ですね、これがねとっても水遁の術ではね重要なんです。あ、そうですか。この中に仕掛けがあるんですよ。ちょっとねお見せしましょうね。この中からこんなの出てくる。あら、これできてるのちょっとお見せしましょうね。はい、こんな風になってるんですよ。貝ですね。ね、あ、今のがこう広がったんですね。そうです。それでこれでこう変えていくわけです。それからね、敵が来ますね。あ、大変だって言うんでね、そこから忍者はねこういうものを出すんですよ。あら、中で出てきますね。これ糞道です。ですから忍者はね、鎖釜のね実もできなくちゃいけない。それからね、まあこういう貝ができましたね。そうすると今度はこういう忍びのね、あのイカだ、竹を切ったイカだとか、ヨシをこう切って丸めたイカだですね、そういうものが必要になってくる。まあやってますね。あれがそうですよ。はい、じゃあ次にね、はい、あの水雲のねお話をしましょうね。はい、これはね、この上乗って渡るもんじゃなくてね、これまたいてね、行くもんなんですよ。あ、そうですか。それでね、ウサギの皮とかね馬の皮でできてるんです。はあ、これが水雲なんです。じゃ先生、今日はどうもありがとうございました。それでは皆さん、また来週。